様こんにちは、モセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は皆様にご報告そして告知の案内をさせていただきます。先日、私が YouTube 内で、イベントを企画させていただいたんですけれども、三峯神社に行って皆様のお願い事も一緒にしてくるよっていう、はい、ことをさせていただきました。そして無事先日行ってまいりましたので、まずはそのご報告です。行った時の動画は今から流していきますので、よかったらとても素敵な素晴らしい三峯神社の木を感じていただければと思います。はい、そしてまあその時に皆様のお願い事もしっかりとしっかりとお願いしてきたんですけれども、今回皆様へお守りをね買ってきました。私もねこの木のお守りってとても大好きで、なんかその時の気分によって私は色を変えてるんですけれども、今回は4種類のこの木のお守りを皆様にプレゼントしたいと思います。はい、まず今から、この今流してる動画ですね、動画の中で私が3個のキーワードをお伝えします。なのでそのキーワードを書いてまず送っていただきたいということ、これがねとても重要です。そして今回は Gmail とインスタで受付をさせていただきます。はい、参拝の時はインスタの時に皆様にハートマークの返信をした、無事ね受け付けましたよってことでハートマークの返信をしたんですけれども、もう今回はね Gmail の方もインスタの方もそういうのはもう何もしないようにいたします。そして、当たった方に発送はねおそらく4月の中旬ぐらいになるかと思うんですけれども、発送をもって、当選ということで分かるようにさせていただきますね。はい、まず書いていただきたいのはお守り希望と書いてください。これは Gmail のもインスタも最初にお守り希望と書いてください。そして今お伝えしました動画中に3つのキーワードを言いますので、そのキーワードも必ず書いてくださいね。そして大切な郵便番号、郵便番号忘れないでくださいね。郵便番号、そして住所、そしてお名前、これはもうもちろんフルネームでお願いいたします。あと最後にとてもとても大切なお願いです。はい、私モーセ姫へのメッセージ、いろいろと皆様のお声よかったら聞かせてください。そしてそれとこういうのを撮ってほしいというリクエストリーディングなどありましたら、そちらも一緒に、はい、送ってください。ということで4つです。お守り希望が1番書いていただいて、2番目には3つのキーワード、そして3つ目は郵便番号、住所、お名前、そして4つ目は私へのメッセージ、そしてリクエストリーディングがありましたらそちらも一緒に書いていただければと、トータル4つの内容を書いてくださいね。はい、Gmail、インスタで
受け付けさせていただきます。はい、あのインスタなんですけれども、あの必ず DM で送ってくださいね。あのコメント欄に書くと、もうこれはあの個人情報になってしまうので、コメント欄ではなくインスタの方は DM で送ってください。あと Gmail、インスタ両方あの送るっていうこともやめてください。もうどちらかだけで大丈夫です。はい、じゃあ一番最初の3つのキーワードはい、まずお伝えいたします。目、わかりましたか？目目です。はい、じゃあキーワード、最初のキーワードは目となっておりますので、今からまた残り2つのキーワードお伝えいたしますので、はい、書いて送ってくださいませ。じゃあ今からあの動画を、はい、あの三峯神社の動画を流させていただきますので、皆様ご覧くださいませ。その中に2つのキーワードが隠れております。あとね、このねお守りなんですけれども、このね裏がね狼、よいしょ、ほらこういう風になっててね、とてもね私はね好きなお守りです。まあ、今回あの動画中に出てくるあのもうすっごい木があるんですけれども、もうあの木から今回はものすごくバンバンとエネルギーをいただきました。ということで、はい、じゃあまずはご報告と告知でした。じゃあご覧くださいませ。
その時はこれが芋か芋かにこんでぐじぐじ。ショッカーだよ。